ミルキーです。今日は赤メガネでお送りしますよ。今日はね、ちょっとね、残念なことがあったんだよな。残念なことを吹き飛ばしたい、そんな日はビール飲みましょう。ってことで本日のビールはこちら、ブリュードックのパンク IPA でございます。これはね、前にも飲んだっていう自覚はありますよ。自覚はある。でも前はね、缶だった気がするんだよね。今日は瓶ってことで、まあ味は一緒だと思うけどね。こっち飲みますよ。これはビアースっていう会社から送られてきた箱の中に入ってたビール。この中にはこんな感じでね、いろんな国のビールが入ってんですよ。だからその国の食べ物を食べながら飲もうなんて思ってたんだけど、そんなん言ってたらね、いつまでも飲めないんで、もう飲んじゃう。ってことで今日はね、これなんだっけ、スコットランドのビールね、今日こっち飲んでみます。最初飲んだ時なんかすごい苦いっていう印象があるんだよね。最初の印象と同じく今日も苦いんでしょうか。ということで本日もお疲れ様でした。乾杯。乾。やっぱりね、もう香りが苦い。しっかり苦いよ、うん、このビールはなんか割とどこでも飲めるんでね、クラフトビール置いてますとか、こういうお店で飲めます、都内は。ただね、これね、店で飲むと1000円ぐらいするんだよね。せこいけどさ、なんか高くない？なんか成城石井とかで買えるビールが1000円だと、なんかさ、せこい考えが出てきて、だったら買って家で飲もうかなみたいな。そんなね、せこい私ですけどね、もう迷わずね、これを飲んだ場所がありますよ。それはね、あのディズニーランドの横のね、なんだっけ、なんかあんじゃん、アンバサダーホテルみたいな、あの中のレストランに、フライデーが入ってんだよね。フライデー、なんだっけ ?TGIF フライデーだっけ ?Thank you God, it's Friday だっけ、のレストランが入ってて、その、ランニングして20キロ走ってそこに行った時に、これがあったの。で、やっぱりそこでもね、高いんだよ。高いけどさ、もう、ビール飲むために頑張って20キロ。なんか確かね、3時間半、4時間ぐらいその時はかかった気がするんだけど、そんなに頑張ってきて、なんかもういいや、自分へのご褒美だみたいな感じで1000円ぐらいかけて飲んだ記憶があります。その時はね、喉乾きすぎて疲れすぎてて、もう吐きそうだったから、味があんまりよくわかんないんでね。結構改めて冷静に飲むと、やっぱり苦味がね、非常に強い。なんていうか、甘みとかはあんま感じないかな。一応ここに書いてるのは、世界一の IPA を目指して作られたブリュードックのフラッグシップアイテム。フラッグシップっていうのはあれかな、代表的なってことかな、よくわかんない。南国フルーツのアロマと衝撃のグレープフルーツビターを感じるビール。アルコールは 5.6% でございます。あのね、ビターよ、ビター。だね、クレープフルーツってね、よくわかんないね。言われればそんな気もする。
苦味の後からこう、なんて言うんだろうな、苦味の後に確かにグレープフルーツのなんか、あの、苦甘い感じが来るかも。今日もね、残念な話をね、聞いてくださいよ。ほら、在宅ワークが続く昨今、いつもね、いつもはね、っていう話ですわ。この名のタイミングあるある。今日は誰かに会うんじゃないかと思っておしゃれして出てった時に限って誰にも会わない。で、誰にも会うわけねえだろっていうところで、もうなんかボッサボサでノーメイクの時に限って、なんか知り合いに会っちゃうとかさ、そういうのってあるじゃない。タイミングが悪いんだよね。今日はね、そのタイミングが悪い日で、いつもは在宅ワークのくせに、ちゃんと朝ね、きちっとメイクするんですよ。メイクして、もう眉毛もピッと描いてね、髪の毛もピシッとして、まあそれは昼休みにちょっとコンビニ行ったりとか、お仕事終わったらもうすぐ速攻どっかに飲みに行った時のために、朝から化粧してるわけですよ。あとは万が一、あ、すいません、ちょっとこう会議中とかね、ちょっとカメラでってなっちゃった時に、あたくたあたくたしても困るんで、まあ、いつでもビシッとね、してるわけですよ。今日に限ってですよ。今日に限ってよ、本当に。こんな眉毛も描いてないし、化粧もしてないし、もうメガネちゃんだし、まして。まあ、T シャツは T シャツなんだけど、もう、どうでもいい T シャツ、ナンバー3に入るどうでもいい T シャツ。すいません、ユニクロさん、気に入ってます。これを着て、こう、パチパチやってましたわ。で、今日はね、なんかね、私以外の人はみんな面談があるわけです。ボーナス査定のなんちゃらみたいな。で、私以外っていうのは、私はほら、2月に今の会社に来てる、来たばっかりだから、そのボーナス査定の話も何もないんで、私はね、安全地帯にいると思って、ちょっと油断してましたよ。そしたらなんとね、2時半過ぎですね、私のね、その大好きな部長から連絡が来て、何事だみたいな感じで、まあ普通に取りますわ。皆さんと今日面談してるんだけど、私だけ面談しないのも、私だけまあお話ししないのも、なんかあれかなと思ってちょっと電話してみました、みたいな。嬉しいじゃないですか。もうね、本当にね、大好き、もう超大好きなね、部長なので、もう本当にお電話くれるだけで、まあ嬉しい、みたいな気持ちが上がる、みたいなね。テンション上がる、みたいな。やったー、電話でお話できる。こう、ルンルン、ルンルン、みたいな。可愛いはないですか、どうのこうのですかとお話ししてて、あとこれで今日は会社ですか在宅ですか、在宅です、あ、じゃあ久しぶりにカメラつなげと顔見てお話しましょうかとなったわけですよ。へーって感じですよ。こうね、いつものパシッとしてるところを見てもらいたかったね。でももう遅いし、あたふたして余計おかしいことになっちゃっても困るんで、もう急いで眉毛描いてさ、ゲジゲジになっても困るじゃない。もうそのまま繋げましたよ。すいません、今日はメガネちゃんで、みたいな感じで。ということでね、ちょっと残念な姿を見られてしまったというね。思った通り、時間が経ってもね、味変しませんね、これね。苦い。おお。怪奇現象や。せっかく怪奇現象でカメラアングルが変わっちゃったんで、もうそのままにしときます。休みだ、飲むぞってことで、本日のビールはブルードッグのパンク IPA でございました。本日も美味しいビールありがとうございました。 Have a nice weekend。 じゃあね、またね、 See you、 Bye。